夏だね。夏だな。夏だね。暑いね。暑いね。夏といえばカブトムシだね。うん。スイカかな。スイカとカブトムシ。カブトムシの季節がやってきて、スーパーに行くとね、カブトムシが結構並んでるんだよね。ってたらどう？欲しい人。はい。はい、今日はね、そんな二人のためにカブトムシの飼育セットを買ってきました。で、今日はね、その飼育セットが、すごく満足できるものかどうかも検証しながら、ホームセンターから買ってきたこの飼育セットの中身をちょっと設置していこうかなと思ってます。はい。はい。じゃあ開けていこう。はい、まず中開けると1つ目、これ、ゼリー。2つ目は、これ、のぼり木。そして3つ目は、土。そして、説明書が入ってます。あと、実際に飼育する設定になります。はい、じゃあね、このゼリーどう？触ってみて。どう？ゼリー。普通のゼリーな気がしなくもない。見てみると、なんか普通のゼリー。ゼリーに見えるけど味が違う。え、食べてみたの？嘘。うん。お母ちゃんが言って。え、お母ちゃんが食べたの？言ってた。言ってたのか。お母ちゃん食べたんだな。食べたんだね。はい、1つ目ゼリーでした。ゼリーでした。じゃあ2つ目はこれ。のぼり木。のぼり木はどう？硬い。硬いね。あ、でも穴開いてるね。これゼリー入れる穴かな。なんかゼリー入れる穴だけど、なんか小さいね。ここだ。うん。ここに穴開いてる。なんか、普通の木より硬い。普通の木より硬い。普通の木を食べたことある？食べたことはない。じゃあこれ、その、入れていきます。じゃあ3つ目、これ育成昆虫マット、はい、前に100均で買ったのよりも量がたくさん入ってるよね。重い、重い、とにかく重い。とにかく重い。これ何リットル入ってるのかな。どっかに書いてある。5リットル。ああ、5リットル。5リットル入ってるんだね。5リットル入ってるいくらなんだろう。どう変わってみて。ふわふわしてるね。ふわふわしてんだね。植物の土と同じような感じ。ああ、確かに確かに。はい、はい、土、土でした。そして最後これだね。入れるもの、大きさが知りたいでしょ。よいしょ、カブトムシのオスがね、ここに入るんですよ。このカブトムシと比べると結構な広さだよね。すごい広い。じゃあ作っていってみようか。イエーイ。はい、じゃあやっていきましょう。これね、この土をまずこの容器の3分目まで入れるっていうことなので、3分目まで土を入れていきたいと思います。3分目ね。はい、3分目。3分目ね。3分目ね。じゃあやっていこうか。やっていこう。はい、じゃあ3分目まで土を入れていこうか。はーい。じゃあまずこれ3分目を測らなきゃいけないから、ちょっと定規で3分目の位置測ってみよう。これ何センチぐらいあるかな。多分16センチぐらいだと思う。本当だね、16センチぐらいあるね。じゃあこれの3分の1だとどれぐらいかな。どれぐらいだろう。だいたい5センチから6センチぐらいかな。ぐらい。でもなんか少なすぎると潜れないよね。潜れないなあ。潜れるように、どうしよう、8センチぐらい、半分ぐらいまで入れてみる。7センチぐらいだね。7センチぐらいちょっと行ってみようか。で、そこにちょっとセロハンテープを貼ってみる。ちょっと高さ合わせたいしね。はい、じゃあちょっとそこに向かって土を入れていきましょうか。よし、じゃあハサ切っていこうかな。よし、切り口がついてる割には全然ね、切れない。あ、そう。この土のような、これの切り口ってさ、うん、こっから切れますって書いてあるけど、切れないってことあるよね。確かに。どっからでも切れますは嘘だからな。え、
あ、結構口がしっかり開いたから、ね、一旦これぐらいで、よいしょ、油ぐらい。ほぐす。ほぐす。ほぐしてんの。やばいやばい。この匂いってちょっと嫌だな。変な匂いするよな。ペンキみたいな匂い。よし。じゃあちょっと入れてから平らにしてって、ね。7センチね。まずは塊を。塊を。あ、土固めないでね、ふわふわの状態。平らなふわふわ。よし、どうだろう、こんなもんかな。こんなもんだ。こんなもんかな、よしよし、オッケー。さあ次、次はあれだね、登り木だね。登り木を配置していきやす。はい、次はあれだね。はい、登り木置きたい人。はい、はい、じゃあ置いてください。どこに置いて、好きなとこに置いていいよ、ちょんって。上に穴が来るように置いてください。ここに餌入れるからね。できたね。じゃあちょっと見てみようか。シンプルだね。あ、すげえシンプル。さあじゃあちょっとどうする、定規外すか。定規外すか。こうやって真ん中に。いや、それで。してよ。はい、お願いします。じゃあね、次は、これ何が入ってたんだっけ、そもそも。ちょっと待って、土、止まり木、登り木、ゼリー。ゼリーだね。昆虫ゼリーだね。だね。何色があるかな。何色が、赤色があった。赤と、黄色と、緑と、オレンジ。オレンジ。あ、4種あるよ、これ。なんだ、信号機になるかと思ったら信号機にならなかった。惜しかった。惜しかったね。信号機にはならなかった。どの色が良いですか。赤。赤。赤？ OK。じゃあ赤にしよう。赤を外して置いてみましょう。これって汁こぼれていいの。汁こぼれていいけど、この中で開けてね。この中で開けるの。開けれる？これ赤だけどオレンジに見えるよ、これ。確かに。赤です。実は赤です。あー大変だ。なんかこれね、実は赤って書いてなんだけど、なんかこれオレンジっぽいね。オレンジっぽいね。赤なんだけどね。これをちょっと配置していきたいと思います。じゃあこれをここに置いてみた。ここに入れるんじゃないの。よし、入らなかったんだよ。入れたかったんだけどサイズが小さかったね、これね。中に実は水を入れる。カブトムシがね。水も何？水は皮膚から取り入れるね。体だよ。知らんけど。知らなかった。さあ。このカブトムシをここに移すの？せっかくなんでね、さっき買ってきたカブトムシをね、入れてしまいたい。です。はい。ちょっとね、カブトムシはね、はい。じゃあちょっと入れていきましょう。ほらほら、いけ。よいしょ。さあ餌を食べるでしょうか。食べてるよ、すでに。めっちゃ食べてる。どれどれ、近くで見てみる。見てみる。食べとるかな。うわうわ、めっちゃ食べてる。食べてる。夜この中でブーンって飛べるよね。こんだけ歯大きけりゃ。カブトムシは夜動く夜行性だからね。元気だといいね。じゃあこのまま様子を見守っていきましょう。はい、ということで、ね、今日はホームセンターで売ってたカブトムシセットを飼育環境で使ってみたら満足できるかちょっと検証してきてみたんだけど、どうだった？しょうがない。寂しいな。あーそうだね。木が1本あって中にゼリーがちょろっと置けるだけだもんね。スーパーとかでね、カブトムシを、買った家の家族の人がもうどうしようって困ったらこうやってホームセンターで買うことがおすすめかもしれないね。ね。はい。じゃあ今日もここまでにしていきたいと思います。じゃあそれではバイバイ。